こんにちは、スヌオです。今回は、Python の 3.11 がリリースされたということで、いろいろなんか、高速化されてたりとかっていうところもあると思うんですけど、ちょっと今回私の方では、TOML ファイルが、新たに、標準のモジュールで、扱えるようになったということで、それをちょっと見ていければいいかなと思います。TOML ファイルっていうのは何ですかっていうと、トムさんが作った、なんかミニマルな、設定ファイルのフォーマットの一種だというようなものになっています。で、ちょっと TOML ファイルってどんなのかっていうのを見てみようかなと思うんですけど、TOML ファイルっていうのは、大体こんな感じになってます。キーとバリューがあって、それをイコールでつないで表記するような設定ファイルになってるんですけれども、私昔使ってたのはこの ini ファイルっていうのがよく使ってましたね。ini ファイルはイコールじゃなくて、コロンでつなぐような形になってたんですけど、これも割と便利でしたけど、今回は、Python が TOML を使えるようになったということで、これを使っていきたいと思います。ちょっと ini ファイルと比較して見ていきたいと思うので、まずは ini ファイルから読み込んでいきましょうか。はい。ということで、これがソースコードになるんですけれども、ini ファイルを読むためには、この config パーサーっていうのを、インポートします。で、3.11 から新しくこの toml lib っていうのが追加されていて、こいつをインポートすることで、toml ファイルを、ディクト型に直して、読み込むことができると。いうようなものになっています。じゃあこれをインポートして、で、ini ファイルの場合は、config パーサーのモジュールを使って、この config パーサーっていうのを、インスタンス化しますよと。今回は ini としますけれども、ini のドット、よいしょ、ドットリードで ini ファイルを指定して、何で読み込むか。UTF-8 で読み込みますよっていうのを指定してあげると、ini ファイルにデータが読み込まれましたと。で、じゃあそれを呼び出すためにはどうすればいいのかっていうと、ini ファイルは、こういった感じで、括弧で囲われたセクションごとにデータが分かれていると。で、セクションを指定して、その中の各キーを指定してあげることで、このバリューを呼び出すことができるというような感じになってます。なので、ini ファイルのセクションズ。ini ファイルのセクションズでは、セクションが表示できる。ini ファイルのセクションズを実行すると、ユーザーとマシーンという感じで、ここのセクションが呼び出された感じですね。で、それを使って、ini のオプションズのどのセクションのオプションを表示するかっていうのを実行すると、文字が小さい、するとこんな感じで、ユーザーのセクションには、ネームとパスワードとメールがあって、マシンの方には OS、CPU、メモリーっていうのがありますよっていうような感じで、分かるようになってます。じゃあ具体的に、じゃあこの値、ネーム、キーがネームのところの値、例えば私のスヌオっていうのが入力されてるんですけど、それを取得するには ini の .get で、セクション名と、キーの名称を入力することで、値を取得できるというような形になってます。っていうのがこれまで、ini ファイルを使った、設定ファイルの読み込み方になります。じゃあ次、toml ファイルを読み込むときどうするのかというと、こんな感じになってます。はい。with open として、ファイルを開きますよと。で、toml ファイル、ただのリードじゃなくて、リード RB として、バイナリーで、開くようにするというようなものになってるみたいです。リードだけですると、
RB にしてくださいみたいなエラーが出ました。で、それをまあトムルライブラリーで、ロードしてあげて、トムに入れてあげますよと。じゃあそれを入れてあげた上で、じゃあトムを実行すると何が入ってるのかというと、こんな感じ。ディクト型で、各セクションに対して、各セクションがまず1個目キーになっていて、その中で、キーの中の、また中でキーとバリューに分かれて登録されているというような感じになってます。なので例えばさっきみたいに、ユーザーのネームを取ってこようと思うと、トムユーザーの、ネームとしてあげれば、ちょっと見切れてますけど、値が取ってこれるというような感じになってます。結構簡単に使えますよね。今までこのトムルファイルってサードパーティー製のライブラリ使わないといけなかったんですけど、今回から 3.11 以降からは、標準のモジュールを使って、こうやって簡単に読み込むことができるようになっているというようなものになってます。どうでしょうね。どっちが書きやすいですかね。私的には今こうini ファイルがこうループさせなくても、こうディクト型で一気に読み込める方法があるならそっちでいいかなと思うんですけど、トムルファイルを使うとこの2行でディクト型で読み込めちゃうんで、もうトムルファイルでいいんじゃないかなってちょっと思ってたりします。はい、いかがだったでしょうか。 Python の 3.11 がリリースされたので、いろんな機能の追加とか他にも皆さん紹介してくれてるところもあると思うんで、そちらも参考にして、新しくリリースしたものを使ってみるのもどうかなと思います。といったところで今回は以上となります。ご清聴ありがとうございました。